エコキュートの構成について説明します。エコキュートはお湯を沸かすヒートポンプユニット、沸かしたお湯を蓄えておく貯湯ユニット、運転内容を設定する風呂リモコンと台所リモコンで構成されています。なお貯湯ユニットには型式番号が BHP-TAS または BHP-TASV から始まる貯湯ユニット幅約43センチの薄型タンク機種と、この型式番号以外の貯湯ユニット幅約63センチまたは幅約69センチの標準タンク機種と、幅約55センチのスリムタンク機種があります。型式番号は貯湯ユニットの前面シールに表示されていますので確認してください。また別売り品として増設用のサブリモコンがあります。エコキュートは主に電気料金が割安な深夜時間帯にお湯を沸かし、タンクに蓄え必要に応じて使います。お湯を沸かす仕組みや特徴などがこの DVD のエコキュートの仕組みに収録されておりますのでご覧ください。